はい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 、アメリカから中国への制裁はまだまだ甘い。アメリカのですね、中国への苛烈と思えるですね、この半導体関連のですね、制裁行われておりますけれども、その抜け穴をですね、中国見つけちゃったみたいで、その抜け穴の中で何やら怪しくうごめいているようでございますよ、ということで、闇の熊さんでございます。あのね、めちゃくちゃ面白い記事見つけてしまいました。これね、今日ね、ネットの中でもですね、ちょっとね、取り上げられていたので、あえて私もですね、まだ知らない方のためにですね、これ読んで差し上げようと思いまして、今動画を作っております。習近平見えない日本侵攻のやばすぎ実態、半導体技術者を引き抜いてハウステンボスを買収して、豊洲のタワマンもなんか中国人だらけなんですけど、という記事がありまして、これがですね、今ねネットの一部の中でですね、すごいと盛り上げ持ち上げられてるんですよね。この記事を読んだらですね、中国のことが全部わかるぞと、経済的な中国のですね、この、なんだろうな、一帯一路も含めたですね、世界支配ね、経済を使った世界支配の実態が全部わかっちゃうじゃんという形で、めちゃめちゃ評価の高い文章になってるので、まあね、知らない方のためにですね、お届けしたいと思いまして、今動画を作っております。ということで、ね、このね文章にね、この記事に気がついたですね、きっかけというのはこれなんですよ。ほら、さっきも言った通りですね、アメリカっていうのは特に半導体業界に関してですね、中国に対してものすごい厳しい制裁やってますよ。やってるでしょ。でね、これに加えてね、今日のね別の記事ではですね、 AI であるとか、あのコンピューティングのですね、先端技術に関しても中国に対して制裁を加えるという発表したりであるとか、まあ、アメリカはね、中国にゴリゴリにね制裁をしてるわけですよ。しかしですね、その抜け穴というのがありまして、簡単でございますね。半導体に関して言えばですね、もうね、今日の時点で中国のですね、この半導体の輸入額っていうのが、昨年比と比べて 15% くらいダウンしているという形で、もう明らかにそのね、制裁の成果は出てきているんだけれども、であるならばですね、あの、物を買うことができないのであればね、半導体サプライチェーンからですね、中国がですね、弾かれてしまうのであれば、じゃあ技術者を採用しまおうぜということでね、これ半導体の技術者ってね、別にアメリカ人だけではございませんと、日本人もありますし、台湾の TSMC ね、今やね、世界ナンバーワンのですね、あの、半導体メーカーになりました、台湾の TSMC からですね、技術者をですね、引き抜いてし、金の力で引き抜いてしまえばいいじゃないかっていう、あのよく聞く作戦がですね、また激しさを増してきてると。でね、これすごいのが、あの TSMC のですね、やっぱり部長さんなんて年収5000万超えてるんだって。5000万だぜ。でもね、その5000万を超えている部長クラスの人間ですらですね、あの引っこ抜いていると。一体どんな条件突きつけてるんだと。年収5000万の人間を動かせ、どんな条件突きつけてるんだ。そういうところも書いてありますし、それだけではなくて、本当にね、あの中国が、あの経済の力を、お金の力を使って世界を支配しようとしてる、その作戦全部がこの記事にね、網羅されてるんですよ。例えばこちらね、このね、あの中国がですね、マネーの力でですね、世界を支配しようとするこの作戦、別に日本だけに使われてるわけではなくて、世界各国でですね、やっぱりね、土地を買収したりであるとかですね、教育機関に踏み込んできたりであるとかですね、まあ怪しい作戦いっぱいやってるんですよね。それでですね、あの、じゃあ世界各国がその中国のやばい作戦に対してどのような防御策を取っているのかね、それと比べて日本の防御策はどうなのかっていうですね、こういう表があったりであるとか、あとね、これね、このことを取り上げたのはね、昨今の YouTuber では多分ね、僕だけだったんですよ。はい、あのね、あのアパレルブランドシーンね、これこの、この写真、このロゴ見たことある人は多いんじゃないの。これね、若い子たちの間ではですね、すごいね、人気があるんですよ。残念ながらね、これねアメリカのブランドとして売り出しているこのシーンですが、実はこれね、中国企業なんですよ。ゴリゴリの中国企業で、しかもですね、あのウイグル人ジェノサイドね、民族大虐殺ね、あれで使われている あの強制労働で生み出されている新疆綿というですね、綿、この綿がですね、このシーンが販売している服にはゴリゴリに使われているという形で、みんなシーンを使うんじゃないってね、俺ね、あの、2、3週間前にですね、これ、ね、動画を上げたところですね、やたらと好評だったりするんだけれどもね、うん、あの、このシーンのね、話にもね、きっちり触れてくれていると。そして最後には宇宙の話にまで展開するという形で、この記事読んどけばですね、今後40年ですね、中国がですね、世界に向かって仕掛けてくるこのマネー戦争のね、内幕がですね、全部分かっちゃうという記事だったんですよ。だからね、これね、ぜひですね、聞いていただきたい。ぜひですね、これ皆さんの頭の中に入れていただきたいと思いましてですね、これね、動画を作ることにしました。ほんでですね、これ長い記事なんで、もう早速行こう。いっちゃう。もう読んだらですね、どのくらい面白い記事か分かっていただけますので、もう早速読んでいきますね。はい、行きます。はい、習近平見えない日本侵攻のやばすぎる実態。半導体技術者を引き抜いて、ハウステンボスを買収して、豊洲のタワマンも中国人だらけだけど、大丈夫か日本という記事でございます。はい、目指すは世界の覇者。はい、これね、天武二実っていうのかな。はい、儒教の経典、霊気にはですね、こんな言葉が出てくる。どんな意味なんでしょうか。天に二つの太陽はないという意味で、世界の統治者は常にただ一人であるというですね、中国の世界観を象徴しております。49年にですね、中華人民共和国を建国した、毛沢東以来ですね、歴代の指導者たちもこの言葉を知っていたが、彼らはですね、多くの民を抱える中国の内政を安定させて成長用の軌道へ乗せることにですね、生涯を費やしました。だが国家主席異例の3期目に突入し、真の皇帝になりました。ね、真の皇帝になったのかな、本当にね。
はい、習近平は違いますと、中国のですね、外にいる異民族をも討伐し、全世界に君臨する王になるというですね、天武二律をですね、実現の、現実のものにしようとしているのであると、その隠しきれぬ野望は演説に滲み出ていましたね、と。はい、10月の16日に開かれた共産党大会の政治報告では、1時間45分の演説を行いまして、安全や安全保障という言葉を前回の55回よりも多い73回も使いました。また、軍事侵攻の可能性に言及をした台湾統一の下りでは、万雷の拍手が起こりましたとね、これ信じられませんね。この演説時ですね、かつて国家主席を務めまして、習近平にとってお目付き役だった江沢民元総書記がですね、であるとかですね、これ習さん元首相かなは姿を見せませんでした。また長年政権を支えてきた盟友ですね、王毅国家副主席も不参加、名実ともにですね、習近平は絶対権力者になったということであると、これね、今ね、習近平の指導部に入っている人間たちというのはもう完全にイエスマンで、習近平の手足になっているような男たちなんで、簡単に言うとですね、百田親瓶ね、百田直樹さんがね、百田親瓶がですね、トップに立って、その周りにいるのは全員俺っていう、全員俺、もう百田さんの言うことだったら、はい、わかりました、ういういって聞いちゃうですね、全員俺みたいなのが政権になっているのが今のね、中国の指導部なんですよ。これね、もうね、習近平ね、やりたい放題です。こっからはもう習近平がやりたいことがやりたいようにできちゃうっていう、体制がね、今中国の中で整ってますので、これ本当に危ないですよ。はい。自らを脅かすものを一掃し、完璧な独裁体制を確立した習近平が目指す目標はただ一つ、アメリカから覇権を奪って世界秩序の頂点に立つことであると。はい。この数十年ですね、中国も近代化、資本主義化していて、もはや敵ではなくなったと、西側諸国は考えていたが、それは思い違いであると、彼らは腹の底では力を蓄え、西側を潰すことだけを考えて猫をかぶっていたのであると。2027年までのですね、任期を手に入れた習近平はついに虎としての本性を表すであろうと。まず狙われるのは国力が衰退してですね、軍事力も脆弱、西側諸国で最も御しやすいちっぽきな島国、そう日本でございます。もう日本のことボロクソ言いすぎじゃない？ボロクソ、いや、まあ最初にね、まあ日本と台湾狙ってくるのはまあ間違いないから、まあいいや。本当ですね。まずはですね、これ半導体業界いきますよ。半導体市場の覇権を握れと。中国のですね、日本侵攻はすでに始まっています。それはですね、ミサイルのような目に見える侵略ではございません。ありとあらゆる分野に音も立てずに浸透し、いつの間にか中国なしでは立ち行かないようにする、それこそがですね、侵攻の第一段階なのであるとね。6月5日をもって退職することになりました。同僚から届いたメールを見てですね、東芝に勤める40代の半導体技術者の A さんは、また中国企業かとため息を漏らしたのね。これあれだね、東芝からもですね、たくさん引き抜かれてるんでしょうね。技術者がですね、次々にヘッドハンティングされて、串の歯が抜けるようにですね、東芝さん技術者が減っているわようでございます。はい。年収700万円弱だった安いな。年収700万円弱？東芝で？うっそー、それはお前大して活躍しないやつだ。まあ、いや、先輩はですね、2倍を超える収入を提示されて、清華大学系列の半導体メーカー志向集団に転職をしました。台湾企業 TSMC に転職をした友人にもですね、中国企業からの誘いがなんと来ているそうでございます。TSMC は部長クラスの年収が5000万円に達しますけれども、中国企業は年収、福利厚生などの要望を何でも聞いてくれますと。だから年収1億円でどうですかって言ったら、いいよって言ってくれるらしいんですよね。そら引き抜かれちまうわな。ね、日本の企業ではありえない好待遇で、実は私も迷っていますと。やばいぞ東芝頑張れ。中国のですね、企業は日本の技術者に破格の報酬を提示していると。習近平の2025年までに半導体市場の覇権を握れという大号令を受けまして、日本人の一流エンジニアを根こそぎ引き抜いているわけでございます。日の丸半導体は衰退の一途をたどり、日本の半導体自給率はわずか 27%、 約 60% を中国と台湾からの輸入に頼っている現状がございます。習近平はですね、金融の一言を発するだけで簡単に日本の製造業の息の根を止めることができるんだと。この状況がまずいからこそですね、今日本っていうのはサプライチェーンから中国を外してるんですよね。これちょっとね、過剰に書きすぎじゃない？大丈夫？はい。半導体だけではないと、レアアースや鉄鋼製品など、日本はあらゆる工業原料を中国に頼っていると。中国からの輸入の8割が2ヶ月途絶えるだけで、GDP の1割に当たる約53兆円の生産額が消失するという試算もあると。これはですね、日経新聞が試算をしてるんですけども、これはですね、アホの試算でございます。これはアホの試算でございます。この53兆円の生産額、まあ、中国からのね、輸入が途絶えて、その後何もしなければこういう状況になるんだけれども、何もしないわけないだろう。お前別のところから仕入れてくるわ、アホというだけの話なんだけどね。はい。半導体だけでは、こっちか。中国はですね、表向き共存共栄を歌うが、そんなものは建前に過ぎません。各国の経済でプレゼンスを増やすことは、すなわちその国を合法的に支配することであると。ね、現に今や日本にもですね、アメリカにも中国と関係を断つことは不可能だ。そんなことをすれば経済が持たないと主張する有力な政治家や財界人がですね、大勢いると。あ、これあれかな、
こっちのおぱよの文章なのこれ。これね、あのね、二階くんとかね、あの大阪のね、あの維新の会なんかはそんなこと言ってますけれども、あのね、それでも立っていかなきゃいけないんです。それでも立たなきゃいけないんです。なぜかっていうのはこの後の後半やべえ記事が、ね、続きますので、ぜひ聞いてちょう。はい。中国人が急増中の豊洲のタワマン。はい。さらにですね、中国は日本経済を支配するために弱った企業を次々に買収しています。例えばですね、東芝の家電部門である東芝ライフスタイルは16年に537億円で中国の大手家電メーカー美的集団の傘下になってしまいました。高級ゴルフクラブメーカー、ホンマゴルフも、2010年にですね、中国系ファンドのマーライオンホールディングス、これはあの、香港かな、に、買われてしまいました。習近平はプーチンのように突如派兵をしてミサイルを撃つほど愚かではございません。経済を支配下に置くことで孫氏から2500年にわたって語り継がれる戦わずして勝つ戦略をですね、実践しているわけでございます。これと並行して、中国が進めているのが日本人の暮らしの支配ですと。何でしょうか。豊洲などのタワマンで、最近ですね、同時多発的に異変が起きているそうです。共用ラウンジで毎日のようにけたたましい中国語が響き渡っているのだと。はい。上の階は電波が入れないのか、中国人住民が共用部に降りてきて電話をかけまくっていると。さらにですね、中国人同士でおしゃべりを始め、ソファーを占領していますと。これタワマンのね、日本住民がですね困っているそうでございます。都内の不動産業者によれば、中国人からのタワマンの購入の問い合わせはですね、ここ1年で4倍近く増えると。これね、京都もやばいんですよね、これね。この間ね、別の記事にもなってて、まだ動画にはしないんだけども、京都もですね、750ある宿泊施設のうち、なんと200以上、約3割の宿泊施設が、外国の、特にね、中国人の、投資家の手に渡ってしまってます。わかります？京都の宿泊施設の約 30% が中国人に買われちゃったんですよ。これやばいなんてもんじゃないよね。で、まあ、豊洲でも同じことが起こってるってことですね。タワマンからの投入の問い合わせは、ここ1年で、4倍近くに増えていると。荒川区などはすでに住民の4割以上を中国人が占めるマンションも珍しくございませんので、怖くてそんなこと住めないよね。不法滞在者や日本国籍を取得した人間を含めると、日本にいる中国人は約100万人に迫ると言われておりますと。秋田県や香川県の人口を超える数の、中国人がですね、日本に入り込んできているのだと。次々にやってくる中国人によって、日本が少しずつ中国化をしていくと。これは大げさな話ではなく、海外では取り返しのつかない事態が起こっていると。だ、こういう状況を見てですね、長渕剛さんなんかは、北海道のですね、ライブであるとか、香川のライブでもそうなのかな。わずかな金儲けのために外国人に、日本の土地を売らないでくれって言ったのはこういう背景があったからこそなんだよね。本当だよ、長渕さんでね、本当詳しいよ政治。本当だよ、一回コンサート行かなきゃいけないよね、本当ね。はい。まあいや、ハウステンボスも買われてしまった。これもね、僕動画にしましたよね。オーストラリアの北東部にあるケズウィックと澄み切った真っ青の海に囲まれていて、大部分が国立公園に指定をされている自然豊かな島であると。ところが2020年、島の一部を買い上げた中国の不動産開発業者がオーストラリア住民のビーチなどへの立ち入りを禁じてしまいました。金の力によって国土を実効支配されてしまったわけでございます。これは、ね、日本でも起こってますからね、同じことね。日本でもこうした事態は現実になりつつあると。今年の8月ですね、長崎の人気のテーマパークハウステンボスが香港を拠点とする投資会社 PAG に総額1000億円で買収されてしまうことになってしまい、買収されることが決まってしまいました。ハウステンボスは佐世保のですね、米軍基地と海上自衛隊の基地の非常に近い距離にございまして、施設の内部から基地が偵察できてしまいます。そしてアメリカ兵がですね、遊びに来ることも多く、防衛に関わる機密漏洩の危険もですね、指摘をされていますとね。これは、ね、僕前々動画にしましたよね。北海道のニセコをはじめ各地の観光地でも次々に中国資本が進出をしています。日本のですね、土地なのにゆくゆくは至る所で日本人は立ち入り禁止になってもおかしくございません。ほんでね、この表が面白かった。中国の見えない侵攻と世界各国の対応という表なんだけれども、これね、一個一個、時間ごめんね、もう長くなっちゃうんだけれども、これね、ぜひ紹介したいから、ちょっと一個一個見ていくわ。まずね、中国による企業買収に対して、世界各国はどういう対応しているのか。はい。まず、ドイツでございます。中国のですね、企業がですね、衛星通信や 5G 通信の専門技術を持つ、IMST の買収計画をですね、買収を計画、ということがですね、発表されました。それについてですね、対外経済法に基づいて、買収を阻止しました。これ見事だよね。ドイツはですね、中国企業のドイツ企業の買収を阻止したわけでございますよ。そしてオーストラリアでございます。中国国有ゼネコンのですね、中国建築がオーストラリアの建設会社プロビルドを買収しようとしました。これまで2020年の出来事です。はい。これ財務大臣がですね、中国建築に接触をして買収を阻止しました。これすごいね。オーストラリアも素晴らしいですね。そして日本でございます。はい。新聞の輪転機の最大手東京機械製作所の約4割の株をですね、はい、中国香港系のファンドが買い占めました。これはね、2020
2021年のことでございます。これはですね、買収防衛策の発動が決定という形で、これね、まだですね、これまだですね、完全な防衛しきれてないという形だけど、この企業買収に関しては日本もですね、ちょっと動いてるところがあるらしいんですよ。お、これはね、いい情報だね。はい。そして次はね、教育でございます。教育はですね、まあまあやばいね。はい、教育で言えばですね、孔子学園ですよね。はい。スウェーデンです。中国語や中国文化を教える機関、孔子学園を開校。プロパガンダの危険をですね、指摘をされている、これ20年の出来事です。はい、なんとですね、全8カ所閉鎖。わかります？スウェーデンはですね、中国のこのね、孔子学園はやばいとしてですね、なんと国内にある8カ所の孔子学院、全部を閉鎖しました。かっこいいでしょ？そしてアメリカ、これね、千人計画で、これ、悪名高き千人計画。今回の、ね、今度もちょっと被るんだけれども、まあ、簡単に言うとですね、世界各国の一流の技術者をですね、金の力でですね、中国が買収しようとしている計画。これがね、千人計画なんだよね。はい、多数の研究者や、が中国の千人計画に参加。これアメリカですね。最新の、研究成果やデータが中国に渡ってしまいました。これが、ね、2008年にですね、アメリカで発覚をしたんですよ。結果どうなったのか、FBI が参加をした研究者を監視。わかります？これね、千人計画と関わりを持った技術者を FBI ががっちり監視をしたんですよ。この結果確かですね、僕の記憶が確かだったら、ハーバード大学の教授が逮捕されました。ハーバード大学の教授が逮捕されて有罪の判決を受けました。そのくらいですね、技術を守りに来てるんですよ、アメリカはね。はい、そして日本でございます。東京などからも、日本からも東大などから、少なくとも44人の研究者が千人計画に関与をしていたことがこれ判明してしまいました。はい、これ海外活動、その対策としてですね、海外活動について情報開示を義務付け。甘すぎる。だってアメリカでは FBI が監視をして逮捕者まで出てるんですよ。スウェーデンでは孔子学園全部ね、国内にある孔子学園全部をね、閉鎖したんですよ。でもね、日本にある孔子学園は全然閉鎖されてません。で、海外活動について情報開示を義務付けだって、もう骨抜きもええとこ。ここでもね、確かね、僕の記憶が確かであればですね、公明党が大活躍してこの法案をですね、骨抜きにしてしまいました。はい。そしてですね、不動産でございますね。はい、不動産ね、土地買収ね、まさにですね、あれですよ、長渕剛さんがですね、涙ながらにですね、これね、わずかな金を儲けるために日本の土地を売らないでくれって言って、あの問題でございますよね。はい、オーストラリアでございます。はい、中国人による住宅地の買い漁りで、シドニーやメルボルンのですね、不動産価格が急激に高騰しました。これ15年頃ですね。はい。これに対するですね、オーストラリア政府の対策、外国人の不動産購入に手数料化した。これいい作戦ですよね。はい。中国人が日本の土地を買う場合は、日本人が土地を買った場合は手数料かからないけれども、中国人が日本の土地を買った場合は、50% の手数料がかかりますとかね。そういうことをやったらさ、日本の土地守れるんだけど、そういうことやってないんだよね。はい。ではフランスでございます。中国ファンドが、フランス中部の穀倉地帯で合計2600ヘクタールを超える農地をなんと買収したことがあったそうでございます。はい、これによって、フランスはどういう対策を取ったのか。はい、海外の投資家による農地の買収を規制。はい、つまりですね、フランスのですね、農地を海外の投資家はもう買えなくなりました。このくらい苛烈なことをしてるんです、日本ね、海外はね。じゃあ日本は、はい、日本佐世保基地のほど近い長崎ハウステンボスが、香港系企業に売却されることがですね、今年決定しました。はい、これ結果的に、売却を阻止できませんでした。普通に売られてしまいました。日本、何もしませんでした。で、これが不動産の今の状況。この状況だからこそ、京都とかね、北海道とか沖縄っていうのはめちゃめちゃ買われてるんですよ。特に京都はガチクソやばい。さっき言った通り、750の宿泊施設のうち200以上の施設が今中国の手に渡ってますからね。まあまあシャレにならんよ。はい、そして最後はちょっと長くなりましたけど、最後ですね、情報でございます。はい、スイス、まずスイスはですね、コロナの起源について一般人を装ったアカウントで中国寄りの偽情報を発信した男が現れました。これね、俺昔ね、動画で取り上げたわ。これね、AI で偽の人間の顔を作って、でしかもね、これね、研究者の人間としてこれ偽ってですね、嘘情報を中国が発信してたんですよね。これ結果ね、対応としてはですね、 Facebook が524のアカウントを削除しました。これ見事です。はい、でオーストラリアでございます。はい、ファーウェイであるとか ZTE のですね、情報通信機器やスマホから情報を盗まれる危険性が露見しました。これもう10年くらい前からですね、ファーウェイは絶対個人情報をですね、盗んでるっていうのは10年前から言われてたんだけど、はい、これでオーストラリアはどうしたのか、5G 通信に対して、中国の2社を排除しました。アメリカは全部排除しました。こんな感じでですね、通信に関しては本当に情報を盗まれる可能性があるから、中国企業ってですね、ガンガン排除してるんだけど、さあ日本何やってるのかな。はい、JAXA、三菱電機、一橋大学など、約200の団体にサイバー攻撃を仕掛けた中国人を書類送検しました。結果的にですね、やっぱ中国がサイバー攻撃を仕掛けてきてるのはよく分かったわけなんだけど、これに関してサイバー攻撃の対応は各企業任せ。日本政府何もせず。わかります？もういろんなとこ比べたらさ、日本でマジで中国に対して何もやってないよねってのがよくわかるでしょ。これ新中議員いるからなんでしょ。コーヒー飲みます。
はい。あ、じゃあちょっと続けていきましょうか。はい。留学生などの協力者を含めて、数万人いるとも言われるスパイも野放しであると。習近平はですね、共産党直属の組織を強化することで、海外での工作活動にもですね、注力をしておられます。それがですね、中国共産党中央統一戦線工作部でございます。これはね、簡単に言うと中国のスパイ組織です。これめっちゃ有名ですよ。はい。中央統戦部と言われてますね。はい。中国は、習近平は中央統戦部を魔法の武器と呼ぶほど重視をしていますと。ね、海外の政治運動や、選挙を狙って工作員を送り、これね、去年の、3年くらい前のですね、アメリカ大統領選挙でも活躍したっていう噂はありますよね。工作員を送り込んだり、ネット等で情報戦を行うことが彼らの目的ですとね。今年の1月、イギリスではですね、MI5 ですよね。イギリスのですね、情報局保安部 MI5 が、中国系の弁護士クリスティン・リー氏がですね、中央統戦部の意向を受けて、イギリスの下院議員に近づいて、影響力を行使している賄賂を送ってですね、イギリスの情報を盗んでいるという異例の警告を行いましたよね。これね、僕も動画にしましたよね、これはね。クリスティン・リーですよ、あの女の子ね。はい、ワシントンにあるですね、ジェームズ・タウン財団の報告書によれば、中央統戦部は、日本でも活動しています。過去にはですね、自民党の旧田中派系の派閥、公明党、さらには小沢一郎氏のグループなどに影響を与えてきた可能性が高いと指摘をされています。要するにね、田中角栄であるとか、あと小沢一郎でもですね、中国のことをやたらと持ち上げるでしょ。ね。これ完全にハニトラなんだかマネトラなんだかわかんないけど、中国の作戦にやられてるんです。これは有名ですよね。そしてね、経済的なところもちろん踏み込んでいこうか。さっき言ったシーンでございます。はい。シェインともシーンとも言ってますね。はい。シーンに原神、隠れ中国の進出を経て、2045年までに尖閣沖縄をダッシュへとね。中国が今後40年で仕掛ける6つの戦争という話でございます。これはこれで面白いからね、さっきの続きですよ。はい、行きますよ。はい。若者文化は隠れ中国だらけ。これほんとそうなんですよね。侵攻を受けているのは日本の産業や国土だけではございません。日本人の心、すなわち文化でも知らず知らずのうちに中国の支配が進んできていますと。9月と3日、埼玉スーパーアリーナで東京ガールズコレクションがですね、開催されました。これね、YouTuber なんかも結構出てたんですよ。はい、若い女性たちが集まった巨大イベントですが、とりわけ注目を集めたのが、シーンというブランドであるとね。これさっき言った通りですね、アメリカのブランドだって嘘をついて、実はこれがっつり中国の企業なんです。しかも、強制労働で作られた中国の新疆綿を使った服を売ってます。めちゃめちゃ悪どい企業です。はい。というブランドですと、ネット通販で服や雑貨を販売していて、アメリカ発のブランドとして紹介をされていました。価格が安いことで世界の若年層からですね、圧倒的な支持を得ていると。1年で1兆円規模に急成長を遂げたモンスター企業であると。これ、ね、ちなみにですね、1兆円規模って言ってますけど、今はですね、約ね3兆円近いです。3兆円近くて、もうすでにユニクロを抜いてます。たった3年弱くらいでユニクロを抜いたんです。これすごい企業だからね、本当に。しかし若者たちの多くは気づいていないが、シーンはですね、中国企業であると。はい、南京に本社があって、漢字ではキーンと書くらしいんですよね。はい、これね、完全にね、隠蔽してるんですよ。このようにわざとアメリカ発、北欧発などと大々的に書くことで中国臭さを消す隠れ中国企業やサービスが次々と日本に進出をしています。他にもあるんですよ。電車の中で若者がですね、夢中になっているスマホゲームも中国産が目立っていますと、数億ダウンロードを誇る人気ゲームの、これ原神って読むのかな？これ、このゲーム知らないや。あとね、荒野行動。荒野行動に関してはね、中国系の企業だと分かっていながらですね、面白いから、残念ながら僕もやってました。ごめんなさい。しかもね、まあまあ、うまかったんです。ごめんなさい。まあいいや。など、日本製だと思って遊んでる人も多いとね、使っていない10代はいないと言われる SNS、TikTok を運営するのも、北京に本社を置くバイトダンスという中国企業であると、はい。これはこの有名な TikTok は中国系企業だからね。はい、若者たちはですね、服からスマホの中身まで、すべて中国に支配をされています。それがいかに危険なことなのか、彼らは気がついていませんとね、中国にはですね、国家情報法という法律がありますと、その7条にはいかなる組織及び国民も法に基づいて国家情報活動に対して支持、援助及び協力を行うと書かれていると。つまりですね、中国企業が集めた日本人の情報は中国共産党に利用される可能性があるのですと書いて言ってる。可能性じゃないです、利用されるんですね。シーンとかですね、中国語のアプリはね、遊ぼうと思ったらですね、自分の個人情報入れるでしょ。名前も入れますね、勤めてる会社も入れます、年齢も入れます、クレジットカードの番号も入れます、ね。場合によってはですね、マイナンバーのカードの番号を聞いてくる場合もありますよ。はい。そんな感じで、日本人の個人情報ですね、中国共産党ゴリゴリに利用してしまう、ね、利用することができる、利用させないと、それをね、拒んだ中国人には刑罰が加わるというものがですね、国家情報法。これがね、中国の中にある法律なんですよ。だから、中国系企業と取引をする場合は、すべての情報が中国共産党に吸い上げられるとかね、僕の情報も吸い上げられてんだよね。荒野行動遊んでた時の。これやっちまったよ、俺。やっちまったよ。うん。ということがありますよというお話ですね。そしてですね。
習近平が取り戻したい偉大な中国ね、中国製の監視カメラも危ないんですと、世界一のシェアを誇るですね、あのハイクビジョンという会社ですね。ハイクビジョンは情報の安全面に問題があることから、19年以降ですね、これトランプさんがねやってくれたんだよね。アメリカでは政府機関への設置が禁じられました。だってね、ハイクビジョンのね、あの監視カメラが撮った映像が全部中国に送られてるっていう話が出てきましたからね。はい、しかし日本では何の規制もございません。はい、まだございません。アメリカはこんなに言ったら日本では何もございません。はい、中国企業は日本や欧米の企業とは全く別のものであると、彼らは習近平そして中国共産党の指令一つで国家の先兵として牙を剥くのであると、日本人や西欧のね西側諸国の人々が考える権利や自由は中国には存在しておりません。それらはあくまで中国共産党と習近平の利益と中華帝国の拡大に資する限り許されるに過ぎないんですとね。習近平様万歳って言ってるやつだけに許されてるとね。では新たな皇帝となった習近平の頭の中は今どうなっているのか、答えを地図に記した。これが面白かった。この地図がちょっと面白かった。これ見て見て見て。偉大なる中国を取り戻すためにこの先40年で仕掛ける6つの戦争、中国はですねこんな計画を練っているそうでございます。いきますね。まずね1個目ですね。はい、習近平は台湾に対して武力行使の放棄はしないと発言をしましたので、これね2025年までに、台湾を何としても統一しやろうと考えているそうでございます。そしてですね、あの南シナ海ですね、ベトナム、フィリピン、マレーシアから島々を奪い取ると。で、この南シナ海はですね中国の領土だって中国言っちゃってるんですよね。これ、国際裁判所がですね、ハーグだっけ、国際司法裁判所がですねそこは中国の海ではないと言ってるにもかかわらず中国がこれを完全に無視してますから、これはですね2025年から30年、この5年間で南シナ海の各島々をですね全て中国のものにしようとしています。そして3番目でございます。3番目ね、パキスタンと協力をしてインドの領土の一部を手に入れる。これね、あのラダック地方かな、ラダック地方のことを言ってるのかな。はい、2035年から40年にかけてですね南チベットを出し、つまりねインドの一部の土地をですね奪い取ってしまおうというふうに考えているそうでございますよ。怖いね、怖いね。そしてですね、はい、4番目、はい、真の大国となった中国は沖縄を日本から引き離しにかかるとね。これいろんなところで侵略を進めておいて今よりも国力を増した状態で2040年から2045年、尖閣諸島と沖縄をですね取りに来るという話ですよね。これ尖閣諸島に関しては多分ね台湾と一緒に捉えるわ。台湾の侵攻を許したら、台湾の侵攻の時点で尖閣諸島は取られると思います。で、その後だよ。ね、すぐに沖縄が取られるとは思わないんだけれども、この後国力を増していく、台湾も手に入れた、で、国力を増した中国が、遅くとも2040年頃に沖縄を取りに来ると。ガチで支配しに来ると。ね、武力を使って。っていう形らしいんですよね。そして5番目、17世紀、秦の時代に支配をしていた、モンゴルも中国のもの、これ上の方ですよね。モンゴルはですね、これモンゴルは当然独立した国なんだけれども、2045年から2050年で、外モンゴル、内モンゴルはですね、もう支配されてしまってるんだけど、これ、ね、外モンゴルをですね、これもうガチのモンゴルね。これガチのモンゴルをですね、これ支配しに来るというお話なんですよね。そして6番目が脅威だよ。秦の時代に中国の領土だった、ロシアの南東部を取り戻す。わかる？ロシア領土を中国が取り戻すと。ロシア VS 中国の戦争があると。これがですね、なんとですね、2055年から60年、ロシアに占領されている領土をですね、ダッシュするという計画だそうでございます。この辺だね、サハリンの内側くらいでね、この辺だね、うん。ということなんですよ。これがね、中国が今考えていることで、最終的にはですね、ロシアをもう滅ぼすというのがですね、中国の考えていることらしいんですよ。やばいでしょ。はい、太く塗られたかっての国境こそが、太くの国境でここか。この一番外側の線ね。この太い国境がですね、中国が考える、これが元々の中国の領土がここであると。考えてるところですよね。しかもね、これ沖縄入ってますよ。沖縄がっつり入ってますよ。大丈夫ですか？絶対大丈夫じゃないけどね。そして、ロシアも奪われようとしてると。やばいっすね。で、カザフスタンなんで、もうほとんど国なくなっちゃうぜ、これ。これ。これが中国の目指してるところなんですよね。だからね、ほんとね、カザフスタンもロシアもですね、手を携えて中国を抑え込まないかんよね、これね。はい。このかつての国境こそが中国人が考える本来の中国であると。現在で比べ物にならないほど広く、台湾はもちろん、沖縄、東南アジア、モンゴル、ロシア、東部なども含まれますと、習近平を含め、中国の指導者たちは、かつて皇帝たちが治めたこの偉大なる中国を取り戻すことを目指してきてるんだと。そのための具体的なプランの一つがですね、さっき言った1から6の6つの戦争であると。13年の7月に、国営通信中国新聞網に報じられ、中国の新たな公式見解として世界の軍事機関に衝撃を与えた。これね10年くらい前か、もうこれ10年前にこれ発表されたんですって。俺知らなかったわ。これやばいねこれ、うん。
で、第一の戦争である台湾統一はもう間近に迫っていると、まあ、有識者によってはですね、年内、今年に起こるであろうと言っている方もいらっしゃいますね。はい、中国の習近平国家主席が、この秋、台湾を併合する計画を立てていたと書かれた、ロシアの内部文書がですね、3月に流出をしましたよね。10月の17日には、アメリカのブリンケン国務長官も、中国が以前の予想よりも、はるかに早いスケジュールで台湾の統一を目指していると計画を発しました。中国共産党大会中の19日には、台湾軍が実弾1万発余りを使用した、軍事演習を行っていると、明らかにですね、今までとは異なるフェーズに入っているんであると。はい、ちなみにですね、今日のニュースで、台湾がですね、国内にエネルギーの備蓄を始めました。ね、台湾というのはですね、国内のエネルギーの 98% を輸入に頼っているんですよ。もう国内にはエネルギー何もないんですよね。だからこそですね、どんどん輸入をしているわけだけれども、こう大体ですね、中国、台湾の国内にあるエネルギーって、だって1週間も持たないらしいんですよ。で、これをですね、もっとね、長持ちして、継戦能力をね、長く中国と戦えるようにですね、エネルギーの備蓄を始めたというニュースがですね、今日流れましたよね。もう台湾ね、結構ね、ガチで戦争の準備始めてますよ。はい。そして最後いきますね。アメリカの人工衛星を無力化、すごい話になってきたね。アメリカがいるから大丈夫と思うのは早計であると。習近平にはですね、なんとアメリカに勝つ三段までつけてるそうでございます。中国軍は衛星への攻撃に力を入れていますと、地上からのレーダー攻撃や弾道ミサイルによって、アメリカのですね、人工衛星を無力化しようとしているそうでございます。アメリカがですね、誇る高性能ミサイルや、次世代の戦闘機、イージス艦、さらにドローンはですね、人工衛星を使った GPS がなければ成り立てません。ここを潰せばですね、アメリカ軍を無力化できることを習近平は知っているわけでございます。はい。台湾有事が近づく中、与那国島のですね、漁業協同組合長の方はですね、日本政府への不信感を抱いていると明かしました。これ日本人ですよ、これね。8月には中国のミサイルが、ね、近海に落下をしましたが、ね、日本の、EEZ に落下をしたでしょうね、あれですよ。北朝鮮のですね、ミサイルではですね、J アラートが鳴るのに、中国のミサイルに対しては発動しなかったんですと。これは本当にやばい話ですよね。なぜ対応に差があるのか、本当にこの島の住民の命を守れるんでしょうか、中国軍から日本政府は。ね、これは本当そうですよね。ここまで述べてきた静かなる侵略が、すでに日本政府や、防衛省、自衛隊にまで及んでいる可能性は小さくございませんね。日本の国内のね、この偉い方々、日本政府の中にも、中国大好き、日本嫌いというバカがね、いかねないんだよね。林法政とかね。はい。日本人同士がですね、疑心暗鬼を起こして、いがみ合い、バラバラになる。それもまたですね、中国の戦略の一環なのだ。六条戦場ではですね、2040年代に沖縄を手に入れると明言をされています。だからですね、その時日本人が中国に心身ともに支配をされていれば、抵抗すらできませんと、日本侵攻はすでに始まっています。この事実を認識しなければ、日本は遠くない未来、世界地図から姿を消すことになるであろうというニュースでございます。結構面白かったでしょ。ね、長くてごめんね。結構面白かったでしょ。はい、ということですね。この記事ですね、これね、概要欄に貼っておきますので、ちょっとね、全部わかんなかったという方はですね、ぜひ読んでほしい。はい。中国がですね、行っている世界支配の作戦をですね、死ぬほどわかりやすく書いてくれる記事をですね、ご紹介させていただきました。こんな感じでですね、中国がですね、裏でですね、やべえ動きをしてるぞという記事があっていましたら、また皆さんにお伝えしたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで、熊さんの動画を終わりたいと思います。長かった。こちら、後半は聞き取れた聞き取れました。なんか最後の方なんかもにょもにょ言ってませんでした。大丈夫？ちょっとね今ね眠たさマックスだったりもするんでね。許してちょん。というわけで、クマさんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。